俺の名前は高木カッペ。テレビの企画で可愛い女の子と1ヶ月間ガラス部屋の中で過ごすことになった。そういえば文子ちゃん、まだトイレに1回も行ってないよね。さすがに体に良くないんじゃない？だってみんなに見えちゃうから。ほらこっちおいで、俺が隠してあげるから。見られたいの？ん？お嬢さんどうしたんだい？お願い、これからも見られたいの。私をこのガラス部屋にずっと住ませて、オレンジジュースももっと飲むから。